手紙、1. 宮沢賢治昔あるところに一匹の竜が住んでいました。力が非常に強く、形も大層恐ろしく、それに激しい毒も持っていましたので、あらゆる生き物がこの竜に会えば、弱いものは目に見ただけで気を失って倒れ、強いものでもその毒気にあたって間もなく死んでしまうほどでした。 この竜はあるとき、良い心を起こして、これからはもう悪いことをしない、すべてのものを悩まさないと誓いました。そして、静かなところを求めて、林の中に入って、じっと道理を考えていましたが、とうとう疲れて眠りました。全体、竜というものは、眠る間は形が蛇のようになるのです。この竜も眠って蛇の形になり、 体にはきれいな瑠璃色や金色の紋が現れていました。そこへ漁師どもが来まして、このヘビを見てびっくりするほど喜んで言いました。こんなきれいな珍しい皮を王様に差し上げて飾りにしてもらったらどんなに立派だろう。そこで杖でその頭をぐっと押さえ、刀でその皮を剥ぎ始めました。竜は目を覚まして考えました。 俺の力はこの国さえも壊してしまえる。この漁師なんぞは何でもない。今俺が息を一つすれば、毒に当たってすぐ死んでしまう。けれども私はさっき、もう悪いことをしないと誓ったし、この漁師を殺したところで、本当にかわいそうだ。もはや、この体は投げ捨てて、こらえてこらえてやろう。すっかり覚悟が決まりましたので、 目をつぶって痛いのをじっとこらえまたその人を毒に当てないように息を凝らして一心に皮を剥がれながら悔しいという心さえ起こしませんでした漁師は間もなく皮を剥いで行ってしまいました龍は今は皮のない赤い肉ばかりで地に横たわりましたこの時は日がカンカンと照って土は非常に熱く 竜は苦しさにバタバタしながら水のあるところへ行こうとしました。この時たくさんの小さな虫がその体を食おうとして出てきましたのでヘビはまた「今この体をたくさんの虫にやるのは誠の道のためだ」「今肉をこの虫らにくれておけばやがては誠の道をもこの虫らに教えることができる」と考えて黙って動かずに 虫に体を食わせととうとう渇いて死んでししままいました死んでこの龍は天井に生まれ後には世界で一番偉い人お釈迦様になってみんなに一番の幸せを与えましたこの時の虫も皆先に龍の考えたように後にお釈迦様から教えを受けて誠の道に入りましたこのようにしてお釈迦様が誠のために身を捨てた場所は 今は世界中のあらゆるところを満たしました。このお話はおとぎ話ではありません。